こんにちは、熊本大学の荒木です。今日は、J ポストを使ってプロテイン解析をするという、ことについて、発表をしたいと思います。J ポストのメンバーがこの写真の中に載ってます。まあ、何人かまだ入りきれてない人たちがいるんですけれども、この J ポストというデータプロテオムデータベースの開発というのは2015年から JST の統合データベース事業の採択というところから始まっています。で、現在のメンバーは京都大学の、石山先生、それから、DBCLS の後藤さん先生、それから新潟大学の松本先生、そして、富山国際大学の川野先生、そして新潟大学の奥田先生、それから熊本大学の荒木、この6人がコアメンバーとして働いていますけれども、メンバーの半分弱がですね、ウェットのサイエンティストで、半分強がドライサイエンティストということになっています。で、全体でだいたい20人ぐらいのメンバーでしょうか。非常にいい感じで、この5年以上になりますけれどもチーム組んで、有用な J ポストというデータベースが構築できてきたかなというふうに思っています。本日はその一端を皆さんにご紹介したいと思います。で、一応そのウェットのメンバーが必要だなと思うようなことはたくさん浮かぶわけです。そしてドライのメンバーもそれに対していろんなアイデアを出してくださるわけです。で、そういったそのドライの研究者とウェットの研究者がうまくコミュニケーションを取りながらプロテオミクスのデータベースを作っていくっていうのは非常に重要なことなんでありますけれども、私たちの経験が他の分野にも生かされるといいなというぐらいのいろんなノウハウが最近出てまいりました。で、チームの創設期から非常に密な関係で相互の得意技を生かして国際的なプロテインデータベースを構築しています。本日のテーマ、このような段取りでお話しさせていただこうかと思います。まず J ポストの概要です、ね、どういったものでしょうっていうことと、それから、そこにはだいたい3つの柱がありますけれども、その柱の一つ一つを説明してまいります。で、その前にプロテオムデータって一体何っていうのを、少し説明させていただきます。これは非常に教科書レベルの話ですけれども、必要不可欠なことなので分かっている方はスキップしていただいていいと思います。で、そこで、J ポストはそのデータを使って何をしているかということです。で、リポジトリの説明、これはリポジトリという一つの大きな柱が J ポストの軸となっています。で、この説明と登録、それから登録データの再解析、この登録データをよりいいデータに進化させるために再解析が必要であるということで、再解析のプラットフォームというのを作っています。そして再解析によって高品質なプロテオムデータに進化させて、それをさらにデータベース化して、それを使っていろんなツールで可視化したり応用したりしたいというのが大きな流れとなっています。で、他のテーマとしてですね、他ではないんですけども連携するものとしていろんなものがありますけれども、最後の方にコロナ DB、 コロナウイルスに関連するデータベースの構築をやっておりますので、その説明をいたしたいと思います。で、最後に私たちはジャーナルプロテオムデータ&メソッドというジャーナルを創刊いたしました。で、これに関しては非常に有用なジャーナルであると自負しているんですけれども、これに関しての紹介というのをやりたいと思います。まず最初に J ポストとはということですが、これはジャパンプロテオームスタンダードリポジトリデータベースというので、適当なところで J ポストというふうに、名前をつけたんですけれども、今となってはなかなか
昔はどこのポストオフィスかみたいなことを言われてたんですけれども、ある程度認知度が上がってきたと思ってます。で、まあ、目的は国内外に散在している種々の質量分析に基づくプロテームデータを統合して、各種のデータベース、と連携しながら統一された信頼基準というのが重要なんですけども、それで結果を再解釈して、まあ、画期的かつ有用な新たな発見をもたらすということが目標なんですけれども、一応その2015年から今現在、あと来年度1年間で、7年になりますかねの活動ということで、まあ、どこまでいくかというチャレンジングなところもありますけども、おそらくこれはずっと続けていって進化させるべき、そして応用していろんなところに活用されるべきものであるということで、今回はその同定とそれから、まあ、応用はどこまでいけるかというところをお話ししたいと思います。実際に J-POST というふうにしてネット検索しますと、まず最初にイスラエルポストっていうのが出てまいります。で、それはイスラエルの新聞社の、広告みたいなホームページみたいなところなんですけども、 J-POST DB と入れていただきますと一発でこのところが出てまいります。で、この中にある箱なんですけれども、箱は一つがリポジトリと生データを収める箱、それからもう一つは、進化させたデータベースを収めるデータを収めるところ、その間にワークフローという再解析フローというのがあります。で、このメインにこの3本柱ですね。で、そういった、3本柱の一個一個をちょっとずつ紐解いてご説明したいと思います。J-POST はですね、この3本の柱が有機的につながっています。まず、質量分析を主体としているデータを取るウェットのサイエンティストがいるわけですけれども、このサイエンティストがこのリポジトリにサンプルデータ、メタデータといいますが、数値の質量分析の数値以外のデータすべてメタデータと呼びますけれども、たものを含めてリポジトリに登録いたします。ここは生データの帰宅サイトとしては非常に重要なサイトです。で、ここで国際標準 ID を発行して、います。これは国際標準 ID というのはプロテームエクスチェンジというコンソーシアム、このコンソーシアムから発行されるものであります。で、そのデータを、さらに進化させた再解析をするために再解析というのをやります。で、まあ、これはもう非常に高品質なものに変えて正確性の高いもののみ抜き出してくるということと、再解析によって新たな発見があるということが分かりましたので、こういったものを抜き出してきて、そしてデータベースに入れるということを、もう一つのデータベースを作るということです。で、このもう一つのデータベースはさらにこのデータを使っていろんな表示ができる、まあ、可視化するということですね。で、統計計算とかパスウェイ解析とかエンリッチメント解析とかそういうものができるというものであります。まあ、こういった描画したりして可視化すると非常に楽しいプロテオームの解析につながっていきます。そして、まあ、いろんなところとこのデータベースを機にして、連携を行っています。まあ、ここがだんだん充実してきますと、まあ、信憑性の高い網羅性の高いデータが蓄積して、まあ、いろんな生物学的な応用あるいは医療への応用っていうところにつながっていくのではないかと期待されます。で、先ほど申しましたけれども、プロテオムエクスチェンジという、プロテオミクスのスタンダードになるようなリポジトリのコンソーシアム、大きなコンソーシアムが出来上がっていまして、私たちの J-POST はこの世界の6個の、リポジトリデータベースの、一つとして、大きく注目されています。ヨーロッパには、プライドという非常に大きな、データベースあります。それからアメリカにはマッシブ、ペプチドアトラス、パノラマというそういったデータベースがありますけども、
アジア・オセアニアには、2014年以前なかったんですね。で、私たちはあのデータを、サブミットして、そこからアクセッションをもらうっていうことを、わざわざこの、海を越えてこうデータを送らなくちゃいけなかったんですね。こっち側に送るとですね、この辺なんかこう戦争してたりとかして詰まっちゃうんですね。データがなんか1週間ぐらいかかっても登録できないような、まあ、そういう状況で、私たちは一生懸命こちらのデータベース側に自分たちのデータをサミットしていたわけです。しかしながら、まあ、私たちもプロテームエクスチェンジの一員として認めていただけるようなデータベースを作りましたので、まあ、ここから私たち初のデータベースということでユニークなものを作ろうとしています。で、iProc さんは中国のデータベースですけれども、機能的にオープンな、状況であるというのは JPost でありますので、まあ、アジアオセアニアの中ではかなり注目されているデータベースというふうに捉えていただいていいかと思います。で、まず最初にプロテオームって何ぞやっていう話ですけれども、これはもうあの皆さんご存知のこととは思うので、あまりその真剣に話すつもりはないんですけれども、まあ、まずあのこういうプロテオームが、どんどんと、ウェットサイエンティストの間から、同定されてきて大量なデータができているということだけはあの認識していただきたいと思ってここ出しました。で、組織や細胞や体液分泌物とか生態に存在するタンパク質の総体がですね、もう視聴分析系 の画期的な、進化に伴ってものすごくたくさんのデータを出すようになりました。で、まあ、そういったデータを、一気にこう格納するというのが私たちのデータベースなんですけれども、そういったものを全体のものを総称してプロテオームというふうに呼んでいます。で、あの同定のワークフローなんですけども、これなぜここに出したかというと、私たちは、いろんな実験をするときにいろんな生態資料を使います。バイオ細胞、組織、体液、菌とか植物とかでもいろんな種類のものを、タンパク質レベルで解析したいと思っています。で、その時の方法論というのが、プロテオミクスで解析する方法論というのが大体一定の方法になってきました。で、まず前処理、これものすごく重要なんですけれども、まあ、その組織や細胞に適した前処理法というのがあります。これもおいおいその、JPOST の中でまとめていかないといけないんじゃないかなと思いますけれども、そういった前処理によってタンパクを抽出した後に、これを分割して、まあ、これは電気エイドを示していますが、最近は電気エイドをやる人よりもこの直接トリプシンというので消化して、そのまんまペプチドミクスチャーにした溶液を質量分析で解析していくということが大体一般的になってきました。で、ここから出てくるペプチドミクスチャーを質量分析系で解析するとどういうデータが出るかといいますと、まず、まあ、逆走のカラーも使うことが多いんですけども、このナノ LC という低流速の分離装置でペプチドを分離してあげます。で、分離されたペプチドはオンラインでこの質量分析系の中に入っていって、質量を測るということになります。で、このまず MS 測定って書いてありますけども、まずどういうペプチドが出てくるかっていうのを逆走カラムで順次こう流して、まあ、いろんなクロマトがありますけども、それもオンラインで順次流しながら質量分析していくということですので、こういう質量のシグナルが、どん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 と出てくるわけですね。でこれにはあの、質量という、これ M パー Z と私たち呼んでますが、質量に、まあ、電荷で割った値というので M パー Z と呼んでいます。だからちょっと本当の質量よりも小さい状態になるわけですけど、それと、インテンシティですね、それと、溶出時間などが一緒に測定されてデータとして出てきます。で、まあ、これが、まあ、ペプチドだよっていうふうに認識する、主に2価以上のものになりますけれども、認識された場合は
迅速にコリジョンという質分析器の中で分解する部屋がありますけど、そこで、分解イオンというのにしてあげて、そしてそこから、もう次のマスマスと言われるスペクトルを取ることになります。でこれがもうその一つのペプチドが出てきたらすぐにマスマスをやる、一つ出てきたらすぐにマスマスやるっていう風な感じで、ものすごい早いサイクルで連続して異なるこの親イオンと言われるこのマスのペプチドの分解イオンを取っていくということなわけです。ですので、まあ、我々が持っているこのプロテオームのデータというのは、まずこのマスのエンパージー、それからインテンシティ、時間等が紐づいたデータと、それからそこから出てくるマスマスというこの分解イオンの分子量とインテンシティのデータというのが山盛り出てくるということになります。で、まあ、こういったデータがいわゆる生データと言われるようなものになります。で実際にこのデータをどのようにして、同定に結びつけていくかといいますと、まあ、ここにありますのがペプチドのフラグメント化に起こる、パターンなんですけども、マスマススペクトラっていうのは、マス1回ペプチドの大きさをバンと取った後に分解イオンを取るっていう方法なんですけども、まあ、ペプチド結合を解列させる、ペプチド結合ここなんですけども、ここですね。を解列させるようなエネルギーを質量分析系の中でペプチドに与えます。でこのエネルギーはアットランダムにペプチド結合を解列させていきますので、まあ、一つのペプチドこういうシークエンスだったとすると、いろんなところにブチブチに切れたこういうフラグメントの、イオンの情報っていうのが山盛り出てくるわけです。そうすると、まあ、これをこうアットランダムに出てきたものをこのようにこうスペクトルとして、並べてみると、分子量の差で一番頭、まあ、K というのは145という分子量を持っているわけですけども、ここから始まって E グルタミン酸の分だけ増えたね、 D アスパラギン酸の分だけ増えたね、 Iイソロイシンの分だけ増えたねみたいな感じで、このアミノ酸の分だけどんどんとこう増えていく、この配列をこう想像していくということから、まあ、ますますは非常に重要であるというふうなことです。で得られたペプチドっていうのの、アサイメントと言ってますけれども、こういうペプチドがあったとすると、順番に切れた順に、こういうふうにして、アサイメントしていきます。ペプチド断面は一つのペプチドから、たくさんのますます情報として表されます。でこれをうまく、アサイメントできた場合は、これがこういう配列であるということがわかるわけです。で今ですね、この1個につき、まあ、大体200ナノグラムの細胞海洋化分とかを使ってスタンダードにしたりしますけれども、200ナノグラムっていうのはどのぐらいの量かといいますと、まあ、細胞のディッシュの100分の1以下ぐらいの細胞の量なんですね。1000分の1ですか、もっとですかですね。でその、細胞可溶化分から1時間に10万個ぐらいのこれに対応するペプチドの親イオンというのが出てきます。でこれに対応するペプチドの可溶化から1時間に10万個ぐらいのペプチドの親イオンで、5万個ぐらい、まあ、10万個から5万個ぐらいレベルですね、最近は取得できるようになりました。で、実際この生データにそのスペクトルにしてみますと、100万スペクトルみたいな情報が入ってます。その、まあ、それ以上になっていることも多いんですけども、その情報からこの中に含まれるペプチド配列を一気に同定する方法として、シークエンスタグ法というのがあります。実際にタンパク質を抽出してきて、トリプシンを消化してスペクトルを取得して、取っていく実験データのセットというのがありますけれども、これに対してこのデータセットと比較するためにレファレンスタンパク質の配列データベースというのがあります。これ我々よくユニプロットとか
使いますけれども、このタンパクデータベースについてこの後ちょっとだけ説明します。でデータベースのこの配列っていうのはもうすでにジェノム等で分かっていて、タンパク質でも同定されているので、間違いないという配列がスイスプロットの中には入っていたりするのですけれども、その中で、この配列を同じような実験したと仮定して、トリプシンという酵素等で、ムチムチに切ってあげるというのをインシリコでやります。そうすると、先ほどと同様に、得られた理論上のペプチド配列というのが予想されるわけです。でこのスペクトルを仮想的にインシリコでこう作ってあげて、実際に測定したスペクトルとぴったり合うのが合うかなって、あこれとこれは合うな、だからこの配列かなというふうにして、当てていくというふうなことになるわけですけれども、これにさまざまなサーチエンジンソフトウェアですねが関わっていまして、このアルゴリズムによって、スコア化というのが行われて、どのくらいぐらい信憑性があるものなのかというのが、スコアという値で出てきます。で、この最終的な結果ファイルとして同定された配列がスコア付きで記載されている、こういう結果ファイル、プロセスファイルっていうのは、その後データベースサーチで配列を決定したタンパク質に記録するというふうな過程を経て、その後に、タンパク質の同定というのにつながっているんですね。で、定量データもタンパクの定量データとして、記録されるということになります。で、これはだからシークエンスタグ法と MSMS によるタンパク質の同定は、酵素消化ペプチド、いろんな酵素消化物ありますので、その時はトリプシンではなくて、例えばリズシーとかアルシーとかそういったものだとすれば、こちらもコンピューター上で消化断片部位を計算するときに同じような条件で消化酵素インシリコで反応させます。で MSMS 解析をして部分配列というのが出てきて、比較して、仮想的に出たデータベースと比較して、組み合わせて検索した結果を結果ファイルの中に入れるということになります。で実際に使っているリファレンスのデータベースですけれども、ちょっとこれごちゃごちゃしてますけれども、これ人の場合の、タンパク質の数ですね、今一番よく使われるのはこのスイスプロットというデータベースで、カノニカルなシークエンスが2万個ほど入っています。でこれはものすごく信憑性のあるシークエンスとして、よく使われるリファレンスのデータセットです。でそれに加えてスイスプロットはアイソフォームを登録して登録したところがありまして、これアイソフォームとスイスプロットのカノニカルっていうのを合わせますと4万何がしかになって、これをスイスプロットオールというふうに呼んでいます。で一方ユニプロットっていうのがありますけども、これは、スイスプロットに TR エンブルというジェノムのデータから仮想的なシークエンスを、得て、それをタンパクとして、登録するというもので成り立っている、データベースがあって、このスイスプロットと TR エンブルを合体させたものがユニプロットと言われるようなものです。で実際スイスプロットのアイソフォーム入って、ユニプロットマックスっていうのもありますけど、これは、一般的にはあまり使われてないんですが、実際に、推奨されているデータベースは実は、ユニプロットリファレンスプロテオムという、セットになります。これはスイスプロットのカノニカルと、それから、アディショナルっていうのは、アイソフォーム含んで、TR エンブルも実は TR エンブルの中で冗長性のあるものを除いたというものがミックスされて、ユニプロットリファレンスプロテオムというものができています。でこれをリファレンスにすることが多くて、私たちの再解析はこのデータベースを人の場合は使っています。で、実際に私たちはどのくらいぐらいのものを
いっぺんに扱えるかって、出してるかって、ウェットの研究者たちは今出してるかって言いますと、もう質量分析の性能によって随分と導体量っていうのと情報量が変わってきます。今もう2018年の情報ですので古くなりましたけれども、実際に昔は 1週間かかって100マイクログラムで1000個ぐらいしか導体できなかったのが、実際に今は200ナノグラムで3500個とか、5マイクログラム使うと1万個ぐらいのタンパク質が1週間から2週間ぐらいで決まるということで、1日以内ですね、すいません、1日以内で決まるということです。もう200ナノグラムになりますと1時間で決まってしまいます。で、まあ、この高度化ですね、すごい高感度化、高精度化、迅速化が進んで短時間で導体されるタンパク質の数がものすごく増えちゃったんですね。で、膨大なデータが次々と生み出されるために、もうどうしていいかわからないぐらいの情報の海の中でアップアップしているというのがウェットの研究者の状況です。で、まあ、質量分析系はそのタンパク質でも定性的に使う場合と定量的に使う場合、それからリン酸化やアセチル化、そういった翻訳就職ペプチドタンパク質の導体や定量、それから、まあ、インタラクトームといわれるような分子同士の結合を集めた、そういったデータベースもありますが、こういったものなどが、まあ、膨大な質量分析情報としてどんどん溜まっていきます。で、これらの情報をまとめて格納して、まあ、こいつらのデータからすごくいいものたちをエクストラクションしてエンリッチしていきたい、まあ、再利用したいというのが大きな JPOST の一つの目標でもあります。で、実際にですね、データセットっていうのが取れるわけなんですけども、そのデータセットは数値の嵐なので、ものすごく大きな、まあ、一般的に言うと Excel とかに貼り付けている方多いですけども、もう大変な数になって、通常は論文に一緒に送り込むってことはできないんで、まあ、最近は公開リポジトリに必ず登録して、そして、まあ、投稿してここに入れてますよというエビデンスを見せると。で、まあ、レフリーにはレビューアーには秘密の鍵を与えて、ここで見てください、私たちのデータちゃんと出てますよっていうようなことをやる。で、まあ、その、論文がアクセプトされた場合はこれらのデータセットの一般公開をするっていうような約束事が一般的になってきてまして、まあ、いろんな論文、ジャーナルありますけども、ジャーナルには最近はプロテオムエクスチェンジなどで、登録をしてください、そうしないと受け付けませんよっていう感じになっています。で、まあ、JPOST の役割なんですけれども、まあ、いろんなその データが JPOST の中に入ってくるようになったということです。で、まあ、今から、お話をさせていくのはこの3つの柱についての話です。フレッシュな生データがどんどん勝手にたまる、これはリポジトリだ。それから再解析によりデータの統一化が実現されるだろう。それからカスタムデータの作成ツールと可視化ツールが提供されると、すごいサイエンティスト嬉しいよねっていうような形で JPOST は特徴づけて開発を進めています。で、まず最初にリポジトリのところを説明します。フレッシュな生データがどんどん勝手にたまる、勝手にたまるかどうかわからないんですけども、実は非常にたくさんたまってきています。この JPOSTDB のリポジトリ、ここですね、このリポジトリを、クリックしていただきますと、このような、トップページ、リポジトリのトップページが出てまいります。で、JPOST リポジトリは、プロテオームの測定生データを寄贈解析する、ここに書きましたけども、を解析して、帰宅して開示するためのウェブサイトということになります。で、まあ、オントロジーとかですね、整理されているこの一つ一つに、メタデータがオントロジーというので整理されている。それから、データファイルがきちんとそのメタデータと紐づいている。それから先ほど言いました PX プロテオムエクスチェンジの ID の箱、これは世界標準であると、
いうことなので、これがあると後々非常にいろんなことが便利になります。でもう一つは、ものすごく莫大なデータ、以前は、ヨーロッパの方に日本から送るのに2週間かかって途中で止まったとかいうこともあったんですけれども、通常の10倍以上の高速アップロードシステムを我々のメンバーが中心に作りまして、今これでかなりサクサクいくので、皆さんが結構ハッピーになっているため、まあこのアップロード、データのアップロードが増えてきているというふうに思われます。それからウェブブラウザのみで完結していますので、非常にどこでも扱えるし、何も規制がない、軽いっていうような特徴があります。で、先ほども言いましたけれども、最初は100ぐらいだったんですけど、だん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 年を追って、このリポジトリに登録されているプロジェクトがどんどん増えて、で今やですね、まあ、1年に100ぐらいあればいいかなっていうふうに言ってたんですけども、1170プロジェクトというふうな形でどんどんと入っています。これは先ほども言いましたように、非常に高速でアップロードできるからっていうことだというふうに考えています。それとあとはやはり、ユーザーフレンドリーなインターフェースがあるというふうなことと考えています。で、どこからそういうデータ飛ばしてくるかと言いますと、今ここは日本ですので、このアジア圏は多いのは間違いないんですけれども、まあ、アジア、オセアニアで中心的に皆さんが利用してくださっているというのは分かりますが、ヨーロッパからとか、あるいはアメリカからもかなりの、ユーザーがいらっしゃるということが分かってまして、今37国からいろんなデータがアップロードされてきています。で、リポジトリのトップページのところにいつも更新しておいてあるんですけれども、まず、ですね、今どんだけのプロジェクトがあって、そして論文としてアクセプトされたのでオープンになりましたよっていうのがいくつかあります。いくつだろうっていうのがあって、で今、1170で、オープンが749プロジェクトで、ファイルにしてみると、まあ、このその一つのプロジェクトの中にものすごくたくさんのファイルが入ってますので、ファイルというのはプロテオームのデータですね。これが 87,193 ファイルで、40テラバイトにも及んでいるということです。で、これらの内訳を見てみますと、まあ、半分近くが人のサンプル解析なんですけれども、次に 20% ぐらいがマウス、そして植物、アラビドプシスとかですね、から微生物、大腸菌とか、そういうふうにしてつないで、この 26% の中には結構いろんな面白いスピーシーズが含まれているので、非常にバラエティに富んだデータベースというふうに考えられます。で、このリポジトリのトップページから下の方に行きますとですね、これ下行くかな、下行くとですね、データリストというのが出てまいります。ブラウジングすると、でここがキーワード入れていいよっていうところになってるんですけども、まあデータリポジトリのデータのプロジェクトの中で何か自分が興味深いやつがあれば、この時点でもピックアップしてみることができます。例えばホスフォープロテオミクスとかホスフォーとか入れてあげると、今ですね、191プロジェクトがエクストラクションされました。で、ここにリストが上がってくるわけですね。で、さらにこれにホスフォ、キャンサー、ホスフォと、あとはコロン、キャンサー、大腸がんと入れますと、それに合うようなキーワードで、9個のプロジェクトっていうのが上がってきます。で、まあ、ここ例えばホスフォのこの番号はですね、パブリケーションの番号で、この番号、パブリケーション終わりましたっていう報告があったら、この番号とリンクして、こういう論文がリンクされるようになります。で、ペーパーも読みながら、データベースの中身を見てみますと、簡易的にはその、どういうふうな機械を使って、どういう機械、そして、どういう方法で取りましたよっていうのが簡単に書いてあって、まあ、サーチをどんなふうにしてやったですっていうのとかですね、まあ、このマウスのブレインをやっていますよとか、そういうのが出てまいります。でもうちょっとディテールなページに行きます と、ディテールに、一個一個の、
ファイルがどういうふうな、メタデータを持っているかっていうのを追いかけていくことができます。そして、まあ、生データをダウンロードしようと思えばここをダウンロードするっていうことができます。で、このリポジトリのデータをどういうふうな、構築で作っているかというのをこの、統合 TV の中で JPOTS にどうやってデータを入れますかっていうところで覗くことができます。全体の構成としてですね、統合 TV が私たちの発表をまとめてくださって、すごくいいトレーニング のスライドになっていますので、皆さんこのサイトに行ってこれを見て、登録マスの質量の、データを持っておられる方は登録されるといいかと思います。 J ポスト、これちょっと画面が古い画面ですけれども、今ちょっと先ほどの画面のようにでトップページが、リポジトリというのが出てます。で、まずデータ登録する方法っていうのが最初ちょっと説明があります。今日は全部はやらないんですけれども、詳しい説明は皆さんこの YouTube のサイトに行かれてください。で、データのアップロードするのに、プロジェクトとプリセットっていうその2つのセットがあります。で、プロジェクトは大まかなところはどういうプロジェクトですよっていうふうなのをリス、入れていくところです。それからプリセットはこっちはメタデータ入れるところですね。で、まあ、いろんなタイトル入れてどういうデータありますかってなると、例えば今マススペクトロメトリーで出たデータっていうのは非常に多いんですけど、エレクトロフォレシスや、抗体で、取ったデータですよっていうのも、あらかじめこう出すことはできます。これもウエスタンブロッティングだとか、あるいは二次元電経度だとかいうことで、まあ、登録したいという方もいるだろうということで作ったものです。で、マススペクトロメトリーに関してはコンプリートとパーシャルってここに2つの登録方法があって、まあコンプリートになると、後々再解析やりやすいようなデータのフォーマットになっています。で、プリセットっていうのは実験の手順だとかいろんなサンプルの、調整法だとかそういったものが入っていますので、ここは非常に重要なメタデータが入っています。で、ちょっとこの、生物学的に詳しい方が見るとあれ変だなっていうところも YouTube の中にあるかもしれないんですけども、これはちょっとワンオブゼムのエグザンプルであるというふうに考えてください。で、まあ、サンプルとかそれからフラクショネーションどうやったとか、エンザイムはどうやって切ったか、モディフィケーションどんなふうにして起こってますか、まあ、これ化学処理前処理するときですね。それから質量分析系のモードはどんなふうに使いましたかっていうのを入れていきます。なので、まあいろんなところでいろんな人たちが違うサンプルを違う方法で調整して、違うマススペクトロメトリ使って違う、で解析データを、まあ、方法論ですね、方法論を違う方法でやっている場合、このリポジトリの登録されているメタデータやそれから生データっていうのは本当に、メタアナライシスというその他の人たちのデータと直接比較するっていうことができないんですね。で、こういうふうなリポジトリの、性格はもうしょうがないことなので、私たちはこのローデータをきちんとメタデータを入れて、メタデータ、まあ、方法論だとか、スピーシーズも含めてどういう方法で取ったかっていうのをきちんと入れていただいて、そして、そのローデータをもう一回再解析して、みんなで共通に使えるようなものを作ろうというふうにしています。ここはちょっと面倒くさくて皆さんがスキップされてしまうメタデータの入力の部分なんですけれども、ここはやはり質量分析をやって実際にウェットの実験をやっている方に入力していただきたいと思います。で、実際こういうふうな感じで、いろんなメタデータを入れていきます。で、詳しくは YouTube を見ていただけるといいかなというふうに思います。で、まあ、何回も言いましたメタデータですけども、プロジェクトからサンプルのメタデータが
紐づいていないと後々いろんな再解析をしたときにこのデータはどういうものから来てどういう解析をしたものですよっていうのを遡れなくなってしまいますので、もう本当にローデータがただの数字の集まりみたいになってしまうんですね。ですのでメタデータっていうのは本当に大切なんですね。で、まあ、このメタデータを入れやすくするように、例えばあらかじめさあの作成したあのメタデータのプリセットっていうのなんですけど、これにあのファイルで紐付けるっていうのは自動的にできるような仕組みになっています。一度試しくださいませ。で、先ほど言いましたコンプリートサブミッション、出力分析系のコンプリートサブミッションとパーシャルサブミッションというのが2つあるんですけれども、コンプリートサブミッションっていうのには、必ず必要十分なメタデータっていうのがないと、コンプリートになりません。それからローデータのファイルフォーマットが普通、いろんな機械から出てきているドットローとかドットビフとかそういうものなんですけども、それを MZML という、まあ、世界共通の言語に変換してあげるということが必要なんです。これはだいたい変換ソフトウェアがそれぞれの出力分析の解析ソフトウェアに、一緒についているものが多いですので皆さんご確認くださいませ。で、ですので、まあ、そんなに難しい作業ではないということです。ピークリスト、これはピークのリストの塊なんですけど、これは、一般的には MGF って言われるマスコットとかにかける時のフォーマットですけども、まあ、この MGF か MZML にして登録するということ。それから、結果ファイルですね、プロセスデータ、最終的に同定しましたよっていうものがついているデータは、MZIdentML、MZTab と言われるようなフォーマットで登録してくださいということです。そうしますとですね、後々ローデータが、どういうピークリストにと結びついて、これがどういうリザルトに結びつくかっていう関係性が見やすくなる。で、まあ、逆に言うときちんとしたその結びつけっていうのをやっていないと、先ほど言いましたようにただの数値データの塊になってしまうということです。で、実は実際のところこのコンプリートサブミッションじゃないと受け付けないよっていうデータベースも世間にはありまして、そうなるとなかなかこうハードルが高くなるものですから、パーシャルサブミッションとりあえず一応先に登録しましょうっていうふうになった時に、私たちはコンプリートでなくてもパーシャルということで受け付けています。で、まあ、一応その、メタデータとローとリザルトの2種類のデータがあれば、アクセション番号を、付与しますということで、まあ、通常の場合急いで論文を投稿したいときに、JPost にデータポイントを投げて、そこから、JPost の JPST たら XXXX っていうあのアクセション番号を発行いたします。で、そうすることによって、まあ、論文に投稿できるようになるというふうなことですね。で、まあ、このリポジトリの注意点なんですけども、まあ、一旦登録されたものが公開されると取り消しや訂正ができないということがちょっと大きな問題になってまして、皆さんあの慌てて登録して公開ってやってしまうんですね。そうするともう取り消し、あ、これちょっと取り下げたいんだけどってなった時に取り下げはできません。で、私たちは1年間だけあのクローズにしてくださいっていうのがオートマティックに入るような選択ボタンを持っていますので、まずそこをしていただくんですが、1年以内にパブリケーションいかない場合は延長しないと自動的に公開されてしまうんですね。ここだけはちょっと皆さんが困るので、まあ、リマインドをメールで送るというふうなことをやっています。で、あとメタデータを正確にできるだけ詳しく入力していただくって必要があって、まあ、その後再解析やデータベースに応用っていうのが困難になってまいります。ですので、まあ、どうしようもないときはアンケートっていうのを後日あの投稿された方に送ってその詳細を記すということをやります。で、また論文が登録されて公開された場合はその旨を報告していただくと、まあ、あのそのうち分かるからいいだろうっていう感じでおられるよりも積極的に報告していただくとありがたいです。で、まあ、あの JPST パツパツパツってこのアクセション番号を、記載するということができるようになると、まあ、JPost としても非常に役に立ったなと思うんですけども、できれば以下の、論文奥田
以下の、JPOS とレポ、レポジトリを、開発した、開発論文を登録していただきたいというふうにお願いしています。それから質問事項の中にデータをダウンロードするときに非常に重くて、なかなか途切れたりとかすることがありますっていうのがあったんですけど、その方は結構いろいろなことをされている方と思うんですが、プロテオミクス の仕事されている方と思うんですけども、ダウンロードの JPOS リポジトリ LSDB アーカイブっていうのがございまして、そこからFTP のツールを使ってダウンロードしていただくとかなりスムーズにできますということです。よろしくお願いします。はい、では次に再解析2ですね。今こう解析が終わって、リポジトリまで行きまして、リポジトリからこのリポジトリのデータをもう少しちゃんと解析、再解析しましょうというものです。で、再解析によってですね、データの統一化が実現されるということです。これは先ほどリポジトリの人となりを見ていただいて分かったと思うんですけども、それぞれの研究室の異なる質量分析装置を用いて、異なるサーチエンジンで同定した結果というのを登録してますので、結果ファイルからその後の解析を他の研究室から来た同様のサンプルのデータと純粋に比較できないという、こういう問題があります。そこで、ローデータというのをもう一度再解析することによって、この統一した、統一化を実現するようなアルゴリズムを作って再解析法を確立しましょうというふうなことで、今、大体のことができたので、この再解析をじゃかじゃかと始めています。で、その結果得られた再解析データっていうのは、開発の段階で考えていたのは、やはり正確性が低くては絶対にいけない、しかも網羅性も低くなってはいけない、むしろ高くあるべきだというふうなことの条件がありました。でもそういう再解析ツールを作ったもう一つのその理由はですね、実は2014年にネイチャーに人の全タンパク質を同定するということを目的としたプロテオムプロジェクトであるんですけど、それで今まで見たこともないような1万回を超えるような測定データの大規模なですね、これですね、1万7000タイム以上の大規模な集積データを集積を行って、そこからその同定した分子のリストをこう上げて、そしてヒューマンプロテオムマップドラフトっていうのをネイチャーに発表されたんですね。これドイツのクスターさんという方と、それからパンディさんというアメリカのチームと2人が2歩並んでネイチャーに2014年に発表しました。で、その報告ではだいたい2万個の人と言われている中の1万9376人のタンパクを全部同定したよというふうに言っているわけですね。ところがですね、大変な問題が見つかって、なぜかというと、その中のデータ見てみると非常に信憑性に欠けるデータがものすごくたくさん入っていたということが分かったわけです。で、なぜかっていうと、その何回も何回も解析を繰り返していくうちに、本当に当たるものっていうのは数に限りがありますので、それはもうタンパクの数に限りがありますので頭打ちになっていくわけです。しかし統計学的にその謎ヒットっていうのがだんだんこう上がっていくから、 FDR っていうのがこう追い越していっちゃうようなことが起こるんですね。そうすると、なんか間違ったデータもなんか、あたかも正しいような感じでリストアップされてしまうということが分かりました。で、データが増えると偽物も増えるということが分かったので、これはどうしたものかっていうふうなことを私たちディスカッションしました。で、MS から出たピーク、これは先ほども言いましたように、研究機関プロジェクトによって解析手法やデータフォーマット、使用ソフトウェア、ツールから信頼基準と、そういうのがもう様々なので、結果ファイルを見て、あ、これとこれはどうだっていう議論はちょっとなかなかできない。なので、データ間の比較、あるいは偽陽性、そういったものも含む結果ファイルで話をする前に、もう一度ローデータから再解析をして信憑性のあるデータとして消化させてあげましょうというふうなことを考えたわけです。
で、いろんなそのサーチエンジンソフトウェアが一般的になってまして、私たちはこのマスコット、エクスタンデン、マックスコント、コメントとかそういったいうものをマルチプルに利用して、網羅性を上げるということを考えました。これ4つの例ですけれども、同定された数をこの全部をこう、はスコア的には間違いないし FDR も間違いないというような数を、全部合算しますとかなり網羅性があるというふうなことです。で、そこで、新しいスコアリングというのを、考えて、そのスコアリングシステムの下で FDR というものを計算することで信憑性を担保するということを考えました。で、一般的にはですね、この FDR を計算するときには、偽物の配列を含むレファレンスデータベースというのを作ります。これはタンパク質の配列のアミノ酸の順番を逆順にしてこのようにないようなシークエンスの、レファレンスデータベースを作るんですけども、そこに、出力分析系のデータを当てていったら、そんなものがヒットするわけがないのですけれども、ヒットした場合に、1% の確率でヒットしたよって言えば FDR1% というふうな感じで見ていきます。で、それで偽陽性の混入を防ぐというふうなことです。で、私たちの JPOST 新規のスコアリングシステムで FDR を計算して、こういうふうにして FDR が狭い範囲で、たくさんの、PSM というのは、シークエンスを、同定できるというふうなことが分かりました。で、そういったスコアリングの方法を、最初 JPOST スコアと言ってたんですけども、今最近はそのいろんなものを混ぜてスコアリングを、で、私たちなりの、特異的な方法論だよということでユニスコアという名前をつけました。これ論文を今準備しているところですけれども、こういったユニスコアリング法ということで、再解析をするということを試みています。で、先ほどのデータですけれども、1万9000個決まったよっていうふうにデータ出してたんですけど、これ再解析すると1万6000個とかに減っちゃったっていう話がちらほら出ている中、私たちはこの2013年の1万1200個を同定された方のデータを再解析してみますと、実際に6万3000ヒットしている彼らのデータの中で、偽陽性のものが3000ヒットあった。で、逆に私たちのユニスコアを使ってリアナライズすると、11万1270ヒットがあったというふうなことです。ですので、より正確で、網羅性が上がったデータがこれによって出るようになったというふうなことです。で、今ユニ、スコアを使って、1年に40プロジェクトのリアナライズをする。かなりでかいデータを解析することになりますので、この信憑性も含めて、網羅性も上げるということになりますと、かなり精査をしながらやらないといけないので、そんなにどこどこは少まないんですけども、かなりこれを再解析したデータを、データベースプロテオン JPOSTDB という中に放り込むということに成功しています。で、これ後で述べますけども、そういった方法論はいろんな生物に対しても、応用できるだろうということで、後で言いますが COVID-19 の、再解析にも応用しています。で、3番目のその、再解析をしたらですね、そのデータが出てくるわけですけど、それこそこの本来のデータベースに入れましょうということになって、本来のデータベースを作っているということです。で、ここではカスタム DB というのを作成するツールと、それから可視化できるツールの提供っていうのも同時進行で行っています。で、リポジトリとそれから そのデータベースを、軸にする間に、先ほど、再解析のプラットフォームあると言いましたけれども、これがうまくいったら、リポジトリで取ったデータを再解析してうまくいったら、この JPOSTDB に入れるって、こういう流れですね。で、これを、私たちはいろんなメタデータがきちんとついていて、
大量のデータが出たということで、このデータセットをグローブというふうに呼んでいます。で、このグローブの中から自分の欲しいデータを抜き出してきて、すなわちスライスして、カスタマイズして、欲しいデータとしてまとめて、抜き出して、可視化して、このスライスデータを再利用するっていうふうなことを目標に解析をしています。で、可視化するツールとしては、クロモゾームの上でどのくらいぐらい何が決まったかっていうような、可視化ツールだとか、あるいは、ペプチドの、ブラウジング、ペプチドの場所がどこら辺で決まったかっていう、タンパクの上に、ローカライズさせるような方法、それから、リン酸化が決まっていればリン酸化はどこに決まっただろう、それから、リン酸化複数決まった場合にどういうリンケージがあるだろうと、あるいはユニプロットのリン酸化情報は私たちの情報とどう違うかとか、どういうふうな違い、私たちはどのくらい新しいのを見つけたかとか、そういったものも同時進行で、可視化できるっていうことですね。それから、これを、エンリッチして、やるための定量解析、発現解析のをして、そしてそこからエンリッチされたものの、分子の GO 解析や、ケーブル解析、ネットワーク解析などの機能解析に持ってくる、こういったものも、目で見えるようになっているということです。で、今、このリポジトリの話をして、ワークフローの中で再解析をして、で、データベースを持ってきたわけですけども、このデータベースをクリックしていただきますと、こういう画面がデータベースのトップ画面として出てきます。で、今、プロジェクトとして、まだ数が数千個っていうところまではいかないんですけれども、いくつかのプロジェクトがもう再解析終わって、ここにリスト化されています。で、その中からスピーシーズやサンプルタイプや世代、いろんなものが選べるんですけど、そういったものを抜き出してくるとスライスできるような、ツールが、このデータベースの中にあります。で、人以外の生物にも大きく対応してまして、いろんな生物が使えます。それから詳細な翻訳を就職、リン酸化のデータが最近増えていますので、このリン酸化のデータ、あるいは、ユーザーによるデータセットの切り出しが非常にやりやすいようなキーワードエクストラクション、スライス方法、それからデータ比較が可視化できるというような、セマンティックを使った非常に、軽い、そして有益な、ものが出来上がっています。で、実際にスライスするんですけれども、興味のあるサブデータセットグループっていうのを抜き出すっていうことなんですね。でも、データベースから、各データセットに付けられているメタデータはここで非常に重要になります。で、スピーシーズを選択して、で、ティッシュ、ディジーズを選択してっていうふうになりますけれども、スピーシーズ、例えばここでは大腸がんというふうに人の大腸がんとしますと、人、ホモサピンスで、コロン、コロレクタルキャンセルで、ディジーズはカルチノーム、こういったものでスライスをしていきます。そうすると、こんだけのプロジェクトがそれに当てはまりますよというふうにして、リストアップされます。これがスライスしたフィルタリングの後のスライスデータですね。で、このデータを用いて、こいつらがクロモゾームにどこら辺のタンパク質、どのくらいどういうふうに決まっているかとか、あるいは決まったペプチドは どのタンパク質のどのペプチドのあたりにあるかということや、リン酸化のサイト等をこのようにしてマッピングすることができるんですね。で、そして、ここはですね、アイソマーですね。アイソマーなどを抽出して見ることができています。ちょっと一つずつ拡大しますけれども、これプロテインブラウザーって呼んでますけども、ジェノムブラウザーに真似て、タンパクのシークエンスの中にどれだけペプチドが同定されましたかっていうのを、色分けしているのは、量がたくさん決まればどれだけ決まっていますよ。これ決まりやすいですよ。この大腸がんの中でっていうことですね。それからこういった、リン酸基が同定されています。で、これスイスプロットで
こんなふうに同定されてるんですけども、実際はこういったリン酸化サイトっていうのはスイスプロットも報告されてないんですよね。ですので、まあ、新しいリン酸化サイト見つかったかなって、ここも新しいリン酸化サイト見つかったかなっていうことになります。でこれはペプチドシェアリングでアイソマー、いろんなアイソマーが一つの分子についてありますけれども、このアイソマーシークエンス非常に似てますので、まあ、どういうふうにペプチドシェアリングしているかっていうのを色分けしてシークエンスで見ることが、シークエンス上に、こういうふうにしてマッピングすることができます。それから発現再解析っていうのですけれども、実際にこういうボルケーノプロットを作ってあげて比較解析をしたときに、発現量が高くて P バリューがすごく低いものっていうようなものを抜き出してきて、まあ、この大腸がんの中で上がってきた分子群ってどんなんがありますかっていうのを見ることができるわけですね。でこのピンクのやつがこのタンパク質のリストなわけです。でタンパク質のリストには定量値等もついているわけです。でその中でそういったデータを、まあ、エンリッチメント解析、そのタンパク質はどういう種類のものが多かったのかしらっていうエンリッチメント解析をするっていうこともこの中でできるようになりました。で、まあ、ケッグのパスウェイとかですね、乗っけることができるので、実際にこのスライスの実験をやってみましょう。今回はですね iPS 細胞とそれから、その大元になっているファイブロブラストの比較解析というのを、例にとって見てみますけれども、実際に、スタティスティックスかけるとどんくらいぐらい上がった下がったっていうのがありますよっていうのがリスト出てきて、でボルケーノプロットを取ってみると、まあ、これは自分で好きなようにスレッショードを決めることができるんですね。今ここ変わってますね。ホールドチェンジが、今 3.1 以上のやつで、 P バリューが 0.01 以下のこのピンクのやつですね。それが108個ですかありますよっていうふうなことなんで、このピンクのリストを見て、じゃあちょっとケグパスで見てくれないっていうふうにして、エンリッチメント解析をすると、このようにしてエンリッチされたパスウェイの、ネットワークが、可視化されて面白いですね。これそれの中で、まあ、マッピングをしてねって言って、その一番目立つ大きな丸のやつを今見てるんですけど、これはリボソームバイオジェネシスというものの中で、こいつらがどのようなネットワーク関係にあるかと、これはリボソームバイオジェネシスの次にスプライセオソームというのを選んでるんですけども、それはスプライセオソームのケグのパスウェイの中で、今見た大腸がんの中ですごい上がってたやつはどこら辺に存在してますかっていうのを見ることができるんですね。まあ、そういった実験系に役に立てることができますというふうなことです。よいしょ、あ、ごめんなさい。で、このデータベースの中ではですね、いろんなグループ と、連携をしていまして、例えば今ユニプロットの連携はかなりうまくいってまして、ユニプロットの、例えば、MDHC っていうタンパク質の、詳細をユニプロットの中で調べてみると、ここに JPOST っていうのがあります。 JPOST でもこれの詳細を記載してますよということで、ここをクリックしますと JPOST の、データベースに飛びます。そうするとこのタンパク P40925 が、どういうシークエンスを持っていてどういうものであるっていうものが、出てきて、しかも先ほどのプロテインブラウザーの中でどういったものが私たちのデータセットの中で見つかってますよ、それから、アイソマーシェアリングとかそういったデータが出てくるということが、このユニプロットの、データからこう遡ってこっち側に来るっていうこともできるということですね。で今、リポジトリのデータベースと再解析、それから出てきたデータベースの話をしました。で、今いろんな連携をしていて、そういったものの連携のためのソフトウェアなどがガジェットの中に入ってまして、まあ、今日はしゃべりませんけれども、インパクトって言われる松本先生開発されたものともここから、使えるようになるでしょうと思います。で、プロテオゲノミクスにも対応しててですね、先ほどプロテインブラウザ
の中から、まあ、レファレンス配列とは異なる配列を持ったペプチドの検出っていうのができるようになりました。でこれはまあ可視化できるようになっているので、まあ、言うなれば、普通のタンパクとして登録されてないものゲノムの、解析によって、まあ、こういったものがありますよっていうふうなことを可視化することができるようになったということです。で、まあ、最後123と言いましたけれども、まあ、いろんなツールを作って実際に具体的にどういうふうな応用に行きますかねってなった時に、ちょうどコロナの、まあ、私たちの中で大事件なんですけれども、こういったコロナの、感染症がパンデミックに起こったということで、いろんなところからコロナに関する研究がプロテオミクスレベルでも報告されるようになりました。そこで私たちは COVID-19 データベースというのをもう一つの箱として作りました。で、まあ、今のところクリックするとこういう画面が出てくるんですけれども、実際こういったその、ペーパーが出まして、2020年ぐらいからバーッと出てるんですけども、400本ぐらいありますかね。もう、去年の段階で、400本を軽く超えてましたので、プロテミクスだけでもすごい量になりますけど、そのリアナライシス、再解析を先ほどの、方法論でやりました。そして、データベース化しているのはこれらです。で特に、今ちょっと注目しようとしているのが、この、SARS-CoV-2 のリン酸化データから、まあ、創薬に結びつけるようなデータが出ないかなっていう、ことで、ローデータを、かなりちゃんと、収めているグループの論文がありましたので、これを再解析に持っていくということにしました。でこれはあの PXD08357 っていうあのプライドの中に入っているデータなんですけれども、このデータをローデータダウンロードしてきて再解析をいたしました。でこれモレキュラセルに2020年に発表されたデータなんですけれども、ホスポプロテオミクスをかなりマッシブにやっていて、私たちのホスポプロテオミクスのプラットフォームもこの再解析をすることによってかなりブラッシュアップされたというふうに思っています。で実際に彼らがリン酸化プロテオミクスをやっているわけですけれども、そのデータをダウンロードして再解析をしてみました。そうするとリン酸化ペプチドの数っていうのは格段に私たちのユニスコアを使って再解析しますと増えたわけです。で怪しげなやつっていうのも、まあ、除去するっていうことができました。でそのコロナウイルスに対して、まあ、何か意味のあるリン酸化をかけているんでしょうっていうふうなことで、まあ、これだけではなくってこちら側も一緒に見ましょうということで再解析のデータを含めていろんな応用解析に持っていきました。で実際問題、この彼らの解析はですね、かなり小さい分子ですね、6アミノ酸配列から同定してますけども、6というのはかなりトリッキーな数字で、これだとちょっと似たような配列がたくさんあるので、私たちはあまりここの6からはスタートしないで、7からスタートしてますが、私たちの解析で同定されたペプチドっていうのは、かなり彼らの解析よりも長いアミノ酸のペプチドの長さを持っているものであるということが分かりました。で、まあ、同じローデータを使っているわけですけれども、こういった再解析の方法、解析の方法論によってこれだけのものがちゃんと同定できるということであります。で、まあ、これ両結果では緑色になってまして、 J ポストのみっていうのが青色になって、でオリジナルの結果のみしかなくて J ポストの中では見つからなかったっていうのは赤いっていうふうにして、後々のデータにアサイメントしていきました。で、これはあのコロナウイルスのタンパク質、ウイルスですのでタンパク質はほとんど6個ぐらいしかないんですけれども、かなりマッシブにリン酸化をされてまして、でこのリン酸化サイトっていうのを調べてみますと、例えばこのタンパク質は機能がわからないものが多いんですが、Cマッタンのドメインのところに
この2つのリン酸が差異と私たちとその彼らの論文の中では、同様に述べていたリン酸が差異となんですけれども、新しいリン酸化サイトがあるよっていうのが私たちの解析で分かりました。でもう一つ EODTC5 っていう ORF5 と言われてるんですけども、これにはですね嘘ヒットがいくつかあって、スレオニンの172番には実はなくて、その隣のセリンに173番にリン酸がかかっているっていうことが分かった。で177番にもないけども121番に新しいリン酸化サイト見つかったよというふうなことが分かりました。この緑は共通ですね。でこれはですねもう実際マニュアルで確認するしかないので、私たちはこのリン酸化サイトが本当に私たちが同定した通りであるかどうかっていうのを検証しました。そうするとやはりこのシークエンスの、172番と173番の関係をこのペプチドで表していますけれども、この T の172番にはリン酸がかかってなくって、 S の173番にリン酸がかかってるよっていうことが、私たちのマニュアルの、キュレーションでも分かったということですね。これは、明らかに彼らのミス、アイデンティフィケーションであるというふうなことです。で、こういう間違いがですね、どんだけのものにつながっていくのかなっていうので、構造解析までちょっと落とし込んでみたわけですね。で、これ先ほどのこの構造、ここにリン酸化があるって、さらに新しいリン酸化が見つかったよっていうのを、構造解析してみますと、もこれ、先ほどの、先生がされているアルファコード2で、見ている構造解析ですが、リン酸化の構造っていうのはなかなかその見づらいので、ここでは、リン酸化サイト STY を D、アスパラギン酸に、置換したものを作ってみました。実はE、グルタミン酸でも置換したものも作ったんですけど、この場合はあんまり変わらないですね。ですのでちょっと D を見ていただくといいかと思うんですけど、これがリン酸化されてない時のこの分子のここのサイトプラスミックドメイン、この辺ですね。でこのドメインがですね、リン酸化が248と227番272番かに起こりますと、もうぐわっと構造が変わるんですね。ここがベータシートの構造が大きく変わるということが分かりました。さらにこれに248、252、264、268をこう入れますと、サイトプラスミックドメインがぐしゃぐしゃになってしまって、シマッタンがホールドしなくなるということが分かります。これはこうリン酸化の位置が、ちょっとでも違っていると、ちょっと見間違っちゃうよっていう構造からも、キローからも違ったデータになってしまうよっていうふうな証であるということですね。で、もう一つその ORF9 っていう、これちょっと長めですけれども、この RNA バインディングドメインですね、ここにも新しいリン酸化ドメイン見つかってますけれども、ここの後半部位には、偽陽性のものも見つかっているので、ここをちょっと整理して構造解析してみると、これ RNA ウイルスなんですけど、RNA バインディングサイトっていうのは結構重要であろうと思われる、このサイトですね。これは PDB の構造から予測して、この辺が S の78、79、141のあたりだろうというふうに考えているところですけども、ここをミューテーションしますと、78D というのが、この Y86 と水素結合するように、ここでもですね、RNA 結合部位の構造変化が起こっている。っていうことが分かりまして、新たなこのサイトを導入してみても、やはり水素結合っていうのは強固になるというふうなことが分かりました。構造が変わる場合と変わらない場合はあるかと思うんですけれども、こういった機能ドメインのところのリン酸化っていうのをきっちりと正確に再解析で同定できるっていうのは非常に J ポストスコアならではというふうに思っているところです。そこで、プロテイン、タンパク質の SARS-CoV-2感染した、これ実は実験系としては大腸がんの細胞にコロナウイルスを感染させたものとさせてないものっていうのを作って、それらをタンパクレベルで定量的に比較解析して、リン酸化も比較定量解析をしているわけです。
で、その中で感染したもので特にリン酸化がこう活性化したよっていうものがたくさん出てきたんですよね。でこれをカイネーズマッピングをしてみますと、まあ非常にいろんなところのカイネーズがいっぺんにワンと活性化しているというふうなことが分かりました。で彼らの論文の中ではこの、MAPK と CAMK が重要なんではないかというふうに言われていましたけれども、私たちは、どっちかというと CAMK の方が重要かなっていう結論に達しています。あ、これ先ほど申し遅れましたけれども、このリン酸化サイトからプレディクションをする、カイネースのプレディクションをするという作業がもう一つ入っていました。失礼しました。でこのカイネースのプレディクションをすることによって、このプレディクションソフトウェアも、いろいろございますけれども、今回は杉山先生作った実際にインビトロで、ホスフォアナライザーというのでアナライズしてリン酸化酵素というのを推測するという、このデータ、このソフトウェアを使わせていただきました。で実際にコロナのタンパク質の上でリン酸化が更新していて、それがどのリン酸化酵素の活性化によるものなのかというのを、推測してみました。こちらがコロナウイルスの中で活性化したリン酸化酵素のリストです。で、こちら側がですね、ものすごくユニークに高く上がってるよっていう、で J ポストで、やらないと見つからなかったっていう、リン酸化サイトに対する、カイネースの予測、分子カイネース予測カイネースのリストです。でこれを、カイネース の, マッピングって言ってマッピングしてあげますと、この CMGC、 これはですね、マップカイネスとか CDK ファミリーとかそういったものが、かなり、活性化する、シグナル上にある、カイネス群ですね。でこちらこのカムカイネス群は、やはりカムカイネスファミリーの活性化ということで、この2つ、CMGC、マップカイネス CDK阻害剤、あるいはカムカイネス阻害剤というのがコロナの感染した細胞の中で優位に効果があるかもしれないという予測が立つということであります。はい。で、こういうような解析をしてですね、実際に立体構造やカイネス予測というのをやってみましたけれども、より正確なリン酸化サイト、リン酸化サイトだけじゃなくていろんなその同定によっていろんな酵素の酵素、活性というのが予測できるんですけれども、今回はキナーゼ酵素を絞り込んで、コロナ感染症に有効であるキナーゼ阻害剤などが創出できるのではないかなというふうなデータまで落とし込むことができました。でいろんな意味で再解析はさまざまな生物学的応用が可能であるということが分かります。で、今回 J ポストがこういったその最初は手作業から来てますけれども、だんだんとオートマティックにうまくいけるようになったこの再解析を通していろんな機能解析に落とし込むことをお手伝いいたしますので、いろんな方々アイデアがあられましたらコンタクトください。で、J ポストの特徴ですけれども、プロテオムエクスチェンジコンソーシアムによって標準化されたメタデータの収集、それからプロテオムデータの公開っていうのをやってます。誰もがダウンロードできます。で、リポジトリのデータが集積されてきて、メタデータの整備が必要になってきましたので、ここはちょっと今みんなで相談して、どういうふうにしてメタデータを統一化するかっていうのをもう少しブラッシュアップしているところです。それから、マルチプラットフォームとかオープンリソースとかフリーの解析ツールが利用可能になってきてますし、RDF でデータ公開しているで、それには可視化ツールの開発すごくよく機能したということであります。で、生データの再解析によって新たな医療だとか創薬とかに関連するような情報も、ぼちぼち可能となってきたのではないかなというふうに思います。はい、
で最後、私たちのグループは、ジャーナル・オブ・プロテオム・データ・アミメソッドというジャーナルを創刊しました。で、これは目的はですね、先ほど言いましたメタデータをきちんと登録しないといけないんですけれども、そこがスキップされているので、メタデータを主に登録するだろうと、登録できるっていう方法論は、オートマティックに抜き出すようなものを作ったらいいというふうなことで、この論文の目的は、メタデータ完全版の収録っていうのを目的としています。で、いろんなサイトに行っていただければ分かると思いますけども、各種ドキュメントの整備だとか、ウェブサイトの構築とか、トコシステム、それから JST の J ステージシステムからの提供を開始しておりまして、もうすでに論文が投稿、たくさん投稿されています。ちょっと行ってみてください。で、データディスクリプターっていうのは、こうメソッドを中心にまとめた論文、それからプロトコールも、プロトコール全体のプロトコール、それからデータプロセッシングノート、これもプロセッシング の方法論っていうのが、メインになっています。あと、レビュー論文とかですね、こういったものがあります。で、エディトリアルチーフは石山先生なんですけども、奥田さんとか川野さんとかがジュプリエディターになっていただいて、あと、いろんなそうそうたる、EBI のとか、サンディエゴだとか、台湾のアカデミアシニカとか、そういったところからアソシエートエディターとして参加していただいています。で、このチームは、J ポストのチームがアノテートションをメインにやりますけれども、ここは日本プロテオム学会の理事のメンバーにも、エディトリアルボードとして入ってもらっています。で、こういった感じで、J ポストっていうのができていますので、ぜひ投稿ください。で、これも5年間のサポートが始まっていまして、科研費から頑張れと言われてますので、ぜひ投稿したときに、いろんなサプリメンタルデータの登録をしないといけないんですけど、そういうのは私たちがサポート全面的にいたしますので、ぜひご相談ください。ぜひ登録をお願いします。で、そういうふうな論文ができた暁にはですね、自動的にメタデータを抜き出してきてデータベース化するっていうことが可能になるだろうというふうに思っています。で、使う人はいつも外部ユーザーを意識しているわけですけれども、作る人と使う人が相互に役立って画期的な実験結果を創出できるプロジェクトっていうのを目指しているということです。で、メンバー全員ですけれども、皆さん、この中の皆さんはおなじみの方もおそらくいらっしゃると思いますので、いろいろとお声掛けいただいて、ご参加いただいたりとか、ご質問とかあればウェルカムであります。どうもありがとうございました。